はい、こんにちは。村野聡です。今回はですね、2学期に使える教育技術というお話をしていこうと思います。冒頭で2学期に使える教育技術というふうにね、言ったんですけれども、実はですね、この YouTube のメンバーシップ限定で、8月の26日土曜日、これ夜9時から10時、1時間メンバーシップの限定のセミナーをしようと思います。で、今回のメンバーシップの限定セミナーなんですが、今考えている企画がですね、なかなかいいものができそうなんですね。2学期に使える教育技術ということなんですが、3教科使います。まず算数ですね。ちょっとした算数の隙間時間にできるミニゲーム、算数ゲームですね。そういうものを紹介していきたいと思います。これがですね、非常に面白いんですよ。簡単にできるんですね。準備がほとんどいらない。まあ、そういう実践をいくつか紹介するっていうのが算数ですね。そして国語。これがね、今回ね、目玉なんですが、今私ですね、教材を作ってます。まあ、教材開発士と名乗ってるので当たり前なんですけども、今回はですね、国語の教科書の、まあ、メインとなる教材ありますね。説明文とか物語とか作文単元とか、そういうところじゃなくてですね、その合間合間に入っているこのミニ単元ありますね。2時間ぐらいでやるところ。ああいうのがですね、こう連続でこう出てきますよね。あそこの扱いって結構難しいんですよね。教科書だけを使ってやっていくとなると、なかなか難しいんですよ。まあ大体ですね、2時間ぐらいで一つのミニ単元っていう風に組まれているものが多いようですけども、これをですね、ほぼ1時間で、しかも効果的に内容を学習できるワークシートをですね、今ね、開発してますというか、もう大体できちゃいました。まあ全てではないんですけども、まあいわゆる言語単元的なところですね、そこの三村なんかで言うとね、季節の言葉とか、なんか季節に応じて年間4回ぐらい2時間ぐらいの単元出てきますね。そこの扱い方ですね。それをワークシートにしたものをね、作りました。結構な枚数になりました。それをですね、今回のメンバーシップ限定セミナーに参加された方には全員にお渡ししたいと思います。で、講座の方でも使い方などを説明していこうと思ってるんですね。そしてもう一つが社会ですね。社会はですね、私が教員をしていた時に最も子供が熱中した指導法についてお話しします。いくつかの単元で応用が可能です。まあ、これについてね、お話をさせていただくということで、8月の26日土曜日夜の9時から10時ぐらいを目安にやっていこうと思ってます。で、これ参加するとですね、2学期を迎える前に、もう26日は迎えちゃってるとこもあるかもしれませんけどね。まあ、いずれにしても、2学期にこの3つの私の示した指導法なり教材を持って迎えるのと迎えないのってはね、多分違うと思う。ぜひですね、メンバーシップに加入して、そしてこのセミナーを受けていただけたら嬉しいです。で、メンバーシップの限定セミナーの方は、通常ですね、まあ、当日参加できなくても、1ヶ月限定で視聴することができますので、もちろんね、資料のダウンロードもできるようにしておこうと思いますので、お入りください。メンバーシップに入れば、このセミナー以外にですね、私の過去の動画ですね、60本以上の動画を視聴することもできますし、QA ライブもね、毎月やってますので、そういうところにも参加できます。まあ、正直ですね、このメンバーシップ、これはね、結構お得だと思うんですね。お得な企画だと思いますね。で、前回ですね、YouTube で夏の研修をしませんかっていうね、メンバーシップのお誘いの動画を上げたんですけども、その動画のコメントにですね、とても嬉しいコメントがね、入っていました。ちょっと読ませていただきますね。メンバーシップの会員の方なんですが、会員になってよかったです。具体的に実践に触れることができますし、実践だけではなく、理論も学べます。私のような子育て世代などで、なかなか外に出て研修ができない人も朝の通勤や家事をしながら勉強しています。学び続けるっていいですよ。4月からどれだけ自分のクラスで実践を取り入れたか、とても感謝しています。一会員からこれから会員になろうとする皆様へでした。お仲間が増えることを楽しみにしていますっていうね、本当に嬉しい、やる気の出るコメントをいただきました。で、前回の動画で言わなかったんですけど、こうやってね、セミナーも、まあ、大体2ヶ月に1回って決めてるわけじゃないんですけどね、今のところね、2ヶ月に1遍ぐらいのペースでミニセミナーみたいなこともね、YouTube ライブでやっていますので、ぜひですね、この夏休みに参加していただけるといいなと思うんですね。8月の26日土曜日9時からメンバーシップ限定のセミナーをやりますので、ぜひそこにも参加していただけたらなと思います。はい、というわけで今回はメンバーシップ限定セミナーのご紹介でした。私の動画がね、いいと思ったらですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録数が増えるとね、こちらもやる気がすごく湧くんですね。ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。